気象庁は余震が100回を超えたことを明らかにしました。気象庁によりますと、午前6時までに震度1以上の余震は103回発生しています。過去の大きな地震と比べて非常に発生回数が多いということです。最大で震度6強を観測するなど、余震の規模が大きいのが今回の地震の特徴だと分析しています。徐々に回数は減ってきていますが、余震には波があるとして、引き続き最大で震度6弱程度の余震への警戒を呼びかけています。気象庁は調査班を現地に派遣して被害状況などを調べる方針です。